演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そういうわけで本日はこちら、ファミリーマンに食べる特徴コーヒーを食べたいと思います。見事な味噌のアイスですね。このミルクアイスの方で本当に美味しいので、今回も期待を持ちますね。コーヒーというのがちょっと苦味なのかな。では、食べる牧場いただきます。一瞬チーズがと思ったのですが、しっかりいましたね。上のミルクの濃厚さはいつも通りでした。下のコーヒーはやっぱり苦めで、これがミルクとの対比になっていて、ちょうどいいバランスとなっていますね。コーヒーの方にちょっとまろやかさな、などという中途半端さがなく、苦味にほっかっとっているのが本当に良かったです。コーヒーとして飲んでも美味しいと思いますね。でもそれじゃただ飲むだけだけか。というわけで、こちらのテイストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。